ブライアン・ロイは、オランダの元サッカー選手、サッカー指導者。ロイは1987年に、アヤックス・アムステルダムで、選手経歴を開始した。アヤックスでは、リーグ戦108試合に出場し16得点を、記録、1992年に、UEFA カップ優勝に貢献した。1993年からは国外へ活躍の場を、 移し、イタリアのフォージャカルチョへ移籍。翌1994年に2.9ポンドミリオンの移籍金で、イングランドプレミアリーグのノッティンガムフォレストへ移籍した。ノッティンガムでは、センターフォワードのスタン・コリーモアとのコンビで活躍し、移籍初年度の1994から95シーズンのプレミアリーグを3位で終え、UEFA カップ本戦出場などに貢献した。 コリーモアは、翌1995年に、リバプール FC へ移籍したが、ロイはクラブに残留し、1995から96シーズンの UEFA カップ準々決勝、進出に貢献した。しかし、1996から97シーズンは、怪我の影響により思うような活躍はできず、プレミアリーグからの降格が決まると、ノッティンガムを退団した。 1997年夏にドイツのヘルタ・ベルリンへ移籍。ヘルタで3シーズンを過ごした後、2000年にオランダへ帰国し、ナック・ブレダへ移籍。ナックとの契約が切れた2002年に現役を引退した。オランダ代表としては、1989年にデビュー。1990年の FIFA フフワールドカップ、イタリア大会では代表メンバーに選出されたものの、 出場機会はなかったが、その後はレギュラーに定着し、1992年の UEFA ユーロ9 2ベスト4進出、1994年の FIFA ワールドカップアメリカ大会では一次リーグのモロッコ戦で一得点を上げる活躍で準々決勝進出に貢献した。ロイは1995年に代表から退くまで、 国際 A マッチ32試合に出場し9得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、アヤックスアカデミーの E ユースのコーチを経て、2010年夏よりアヤックス2軍のヘッドコーチに就任。ありがとうございます。